11月26日愛媛大学で2022年度 Web IoT メーカーズチャレンジプラス in 愛媛が行われました。これはデジタル時代に必要なスキルを持つエンジニア人材を育もうと総務省と連携し、同イベントの愛媛運営委員会と株式会社愛媛 CATB が主催し、初めて愛媛で開かれたものです。イベントには学生や社会人、若手エンジニアなどおよそ20人が参加しました。イベントは全4日間の日程で、講習会と講習会で学んだ技術を活用して実際に IoT システムのプロトタイピングを行うハッカソンがそれぞれ2日間ずつあります。初日となるこの日は講習会などが行われました。講師を務めたのは一般社団法人ウェブディノジャパンの渡辺光平さん。参加者は実際に IoT プログラミング講習の環境を使ってサンプルプログラムを触りながら自分でセンサーやアクチュエーターを制御する方法などをハンズオン形式の実習で学んでいました。そうですね。進んでいきます。はい、OK です。ラズパイとかは使わないんですけど、C 言語をやったりとかそういうのは、回路の方もちょっとやったりありますね。将来プログラミングとかそういうのやってみたいなと思ってて、今のところまだ学校で実習の方とかはやってるんですけど、こういう感じのより近く触れてみるみたいな、そういうあれはやったことなかったので、ちょっと今回この近くで会ったということで参加してみようってそう思いましたね。将来IT と電気電子が融合したような分野に分野を使ってもらえればと、に携わるような職業に就きたいと考えているので、今回この Web IoT メーカーズチャレンジに参加いたしました。川原電子ビジネス専門学校所属なんですけど、あまりハードの方面に触れたことがなかったので、ちょうど今学習しているウェブ系に強い JavaScript を使ってラズベリーパイについて学べるということで参加しました。今世の中で IoT とかいろいろ言われてますけど、一体 何ができるんだろうかというようなことがあると思うんです。でここは実際にですね、この会場ではIoT のこうセンサーがいろいろあるんですが、それをウェブ標準技術でラズパイ、小さなコンピューターですけど、それを制御してもらって、その IoT のセンサーを使っていろんなシステムを開発しようじゃないかというようなことをやっていただくということなんですね。もともとこれは総務省の事業として全国各地で行われてまして、今年で全国的には6年目になるんですが、愛媛ではですね、今回が初めてだということで、非常に期待しているところです。愛媛県でもですね、今愛媛県庁さんを中心にデジタル人材の育成、ということを非常に力を入れていらっしゃいますけれども、地方においてやはりこうしたデジタルに関われる人っていうのは不足しているっていうのが現状でして、で愛媛 CATB なんかでも昨今では非常にローカル 5G であるとか通信事業に力を入れてますけれども、なかなかやっぱり人材が集まりにくいというそういう課題を抱えておりましたと。でそんな中ケーブルテレビ連盟を通じてですね、この Web IoT メーカーズチャレンジプラス、地方大会開催どうですかというお声掛けをいただいて、我々としてもただ待ってるだけではなくって、自らやっぱり地元にそういうデジタルスキルのある方
方を育てていくと、そういったところに関わりたいなという思いからですね、このイベントに関わることといたしました。後半のイベントは12月の17日、18日に実施される予定で、参加者はこの日までにメンバーと相談して作品制作に必要な材料や事前準備などを行い、ハッカソン当日にチームの IoT 作品を完成させます。一体どのような作品が完成するのか期待が高まります。